皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は小学校6年生の算数柱状グラフについてお話しします。この柱状グラフ、棒グラフとかヒストグラムというような呼び方もあります。あるクラスのソフトボール投げの記録、それと人数を表にした、これが表です。記録単位はメートルで、10メートル以上15メートル未満、15メートル以上20メートル未満というように、30メートル以上35メートル未満まで書いてあります。でこちらの人数ね、25841、合計は20人の記録です。括弧1、この表をもとに柱状グラフを書け、これをもとにしてこの柱状グラフを書いていきます。こちらには、人数ですね、1から10人までのメモリ、こちらには、10から40までの記録、タイメートですね、これが書いてあります。では10メートル以上15メートル未満、ここには2人いますね。10メートル以上15メートル未満っていうのはここの範囲になります。ここに、2人、人数2人ですから、ここですね、ここにこのように柱を書いていきます。で15メートル以上20メートル未満、これ5人ですから、5人のところまでこれ柱を書いていきます。そして20メートル以上25メートル未満は8人なので、8人、ここですね、ここまで柱を書きます。柱書いていきます。そして次、25メートル以上30メートル未満、4人ですから、4、ここですね、ここまで柱を書きます。そして30から35、これ1人いますから、ここで1人のところの柱を書いて、これで柱状グラフの出来上がりです。このグラフを見るとね、どの範囲に何人いるかっていうのが目で見てすぐ分かりますよね。さて2番から問題ですけれど、この2番からの問題はこの柱状グラフをもとに考えて解く問題になっています。こちらを見ても分かるんですけれど、問題はこちらの柱状グラフの問題ですのでね、お願いします。括弧2、人数が多いのはどの記録の範囲か、この柱が一番高いところまで行っているもの、一番長いもの、これは一番人数が多いんですね。目で見てパッと分かりますよね。この8人のところまで行っているこの範囲ですから、これ20メートル以上25メートル未満ということで、20メートル以上25メートル未満、これが答えになりますね。括弧3、記録が20メートル未満の人は何人かと。20メートル未満というのは20メートルより少ない人は全員数えます。これ20メートル未満というとここですから、ここからね、こちら側の人を数える、1、2、3、4、5、6、7ということで、柱を数えると7人ということが分かりました。括弧4、記録が良い方から4番目の人はどの範囲に入っているかと。記録って遠くまで投げた人の方が記録はいいんですよね。ですからこちら側から4番目を数えればいいということになります。こちら側から1、2、3、4、4番目の人ここにいますよね。ですから範囲は25メートル以上30メートル未満ね、25メートル以上30メートル未満と、このように柱数えていけばどこに入っているかわかるんですよね。もし記録が小さい方から7番目の人はといったら、こちら側から1、2、3、4、5、6、7、こう数えていって、15メートル以上20メートル未満の範囲に入っているということがわかるんですね。今回は短いですけれど柱状グラフについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。